今日も選手たちは J3 昇格を目指して練習を続けています。頑張れユナイテッド。 J3 昇格に向け現在 JFL のリーグ戦で首位を独走する高知ユナイテッドは今月15日にホームゲームを控えています。 J3 昇格にはJFL のリーグ戦で2位内に入ることやホームゲーム15試合で3万人の入場者数を達成する必要があります。入場者数はホーム9試合を終えた時点で9930人でしたが、今月1日にはチーム過去最多となる1万1085人を動員し、条件クリアへ大きく前進しました。まあ、前はやっぱり負けてしまったんで、やっぱり応援してるチームが勝った方が見てる人たちも楽しいと思うんで、見てる人たちがワクワクするようなプレーしてチーム一丸となって、まあ、勝利を届けられたらいいかなと思います。もう一つもう絶対に上がります。それだけです。まあ、前回ホームでたくさんの方々に見てもらいながらも勝利をお届けできなかったので、ここは何が何でも内容というよりは勝ち点3を積み上げていくっていう思いで戦っていきたいなと思います。残り5試合で8985人、高知市の商店街も目標達成のカウントダウンで J3 昇格を後押ししています。応援している人たちはここにも。今日高知市役所で昼休みに合わせてチームグッズが販売され、次々と職員が買い求めに来ました。販売したのはホーム戦のチケットやレプリカユニフォーム、新商品のバスソルトなど。一部の商品が品薄になるほどグッズの売れ行きは好調です。ありがとうございます。ありがとうございます。それ来た。なんかすごくいろいろ工夫されて作られてるので、なんか選ぶのも楽しかったです。応援したいですね。 J2 とか J1 に上がってほしいですね。もっとこうスター選手というか知ってる選手が増えたらなみたいな。ユナイテッドの山本社長も館内放送で試合を PR します。なんとこの9月15日は高知市長杯です。高知市長が上手にキックインセレモニーできるかどうかも皆さんしっかり見定めに来てください。ユニフォーム姿の桑名市長も訪れ、ミレービスケットや試合のチケットを購入。ちなみにこれが新発売の。私は必ず J3 に昇格しているものと信じております。9月15日市長杯です。どうか多くの市民県民の皆さん方にお集まりをいただき、高知ユナイテッド SC 応援をしていただきたいと思います。一緒に頑張っていきましょう。ファンも増え、いい流れができている一方で、新たな課題も見つかりました。運営側の人手不足です。前回のホームゲームでは25人ほどで運営していましたが、全く足りなかったとスタッフは振り返ります。そこで新たにチケット販売や駐車場の整備を行うボランティアの募集を始めました。課題は他にも、前回は春の総合運動公園、高知競馬場の駐車場がほぼ満車に。高知駅からの有料シャトルバスは1600人分を用意していましたが、実際に利用したのは380人ほどにとどまりました。次の試合でも混雑が予想されるため、ユナイテッドはシャトルバスを利用してほしいと呼びかけています。試合は今度の日曜日、春の陸上競技場で午後3時キックオフ、FC ティアモ枚方と対戦します。